2009年私の言葉秋山翔片岡義雄白い波の荒野へジェリー・ロペスサーフリアリゼーションブライアン・ウィルソンペットサウンズジャック・ジョンソンオン&オンジョン・ミリアスビッグ・ウェンズデイブルース・ブラウンエンドレス・サマーアートディレクター川口誠女フィルムディレクター牧哲馬僕の周囲は時の流れが乱れ気圧が下がっているバハマの方からハリケーンが来そうな気配だ来たる年の言葉は波です5フィートか50フィートか2009年私の言葉中畑隆3年前の正月は今日から禁煙と書き初めした2年前の正月は本当に禁煙と書き初めした1年前の正月は絶対に禁煙と書き初めしたあまりにもうまく書けたのでつい一服してしまったさて今度の正月は気楽にやろう禁煙と書くつもりであるああ2009年私の言葉お年玉福里真一お母さんあのお年玉どこに行ったんでしょうねお母さんがちゃんと貯めといてあげるわねと言ってあなたが持ち去ったまま二度と戻ってこなかったあのお年玉のことですよこちらでは何かと物入りで例えば2011年の7月24日までに地デジ対応テレビか少なくとも地デジ対応チューナーを買わないといけないんですもちろんあの頃のお年玉ぐらいじゃいくら30数年分の利子がついてもテレビは買えないけどリモコン代ぐらいにはなったかもしれませんよお母さん、あのお年玉、本当にどこに行ったんでしょうね。僕の伊藤博文や岩倉具視や聖徳太子をあの頃あなたは何に使ってしまったんでしょうね。2009年に送る言葉小野田隆夫もうすぐやってくる年に向かって来年こそ私が一番幸せになりたいと多くの人が祈っているのかもしれませんなぜならみんなが一番不幸せになってしまったような時がずいぶん長く続きましたから一番幸せになってほしい人たちに詩人の西脇淳三郎さんの言葉をお送りします明日は恋なき者に恋あれ明日は恋ある者にも恋あれ2009年私の言葉柴田恒文まず口を大きく開けはぁと息を吐き続いて口をつぼめふっふっふっと息を吐き最後にふぅと肺の中の空気を出し切りますお腹をへこませて、できるだけゆっくりと、時間をかけながら、はぁ、ふ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 、と、息を吐いていきます。特に、
悪いエネルギーを吐き出してから良いエネルギーを取り入れる。それをイメージして呼吸するとさらに効果的です。みんなため息ばかりついているひどい世の中になっています。どうせ息を吐くなら腹式呼吸にしてみてください。スーッとリラックスできますよ。2009年の私の言葉は腹式呼吸です。2009年、私の言葉、麻生哲郎。誰かの存在が身近になるほど言葉は少なくなってしまう。落ち葉は落ちるまではまだ落ち葉じゃないとか、雨の後は必ず晴れるとか、おはようとか、当たり前の出来事を当たり前のように近くにいる人にちゃんと喋りたいと思う。そういうことをいつか思い出と呼べるような、そんな一年にしたい。